皆様こんにちは、オーバーウォッチの実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょうというところで、ついにシーズン3が終了となりました。最終レートは2450ぐらいだったんですよね。最終日にちょっと上げようかなというふうに思ったんですが、まあ、ちょっといろいろありまして時間を取ることができずにそのまま睡眠という形になってしまいましたが、まあ、何はともあれですね、最高記録は3154と、まあ、瞬間最大風速ではあるんですけどもね、まあ、一応3000超えダイヤにはなりましたので、ライバルダストは1200、これプラチナだったら800でしたからね、結構この差大きいんじゃないかなというふうに思っておりますが、まあ、マスターまで行くと逆に2000ですから、まあ、そこまでいつか行けたらいいなと思いつつ、この報酬を受け取らせていただきましょう。プレイヤーアイコンもシーズン3お疲れ、これがありますね。コンベティター、あーなんかすごい、自分のレートが2458なのにダイヤのマークついてますね。なんか違和感が凄まじいですけども、はい、まあ、次のシーズンに向けてですね、現在はオフシーズンとなってしまっております。そうですね、あとですね、金武器もう一個変えちゃうんですね。アスプレもある、多分あれですよね、シーズン3オツオツンオツントスみたいな、これですよね。はい、これランカーになると絵が動きますけどもね、見てください、これ金武器をもう一個変えてしまう状況になっているんですよ。現在ディーバとトレーサー持っているという状況ですから、いやー誰の顔かなというところなんですけども、ソンブラかな。いやでもちょっとまだ置いときましょうか。とりあえず、今回オフシーズンが1週間ありますから、このオフシーズン中に今後必要になってくるであろうヒーローの練習をしたいと思っております。でその最たるものとしてやはりファラ、ここから使っていきたいなというふうに思っておりますが、このマッチングの速さを考える、あ大丈夫かな、まあ、クイックですからね、やっぱりなんかこうチームバランスっていうのはなかなか考えにくい構成にはなっちゃうかなというふうに思うんですけども、ちょっとファラをねやらせていただきたいなっていうふうに思ってます。あのコンカッションジャンプみたいなね、あれをしっかりと実践で入れれるようにしていきたい。そして対比するときもあっと思うんじゃなくてコンカッション使っていきたいですよね。まあ、ちょっとね今回は練習ですからあんまりうまいプレーはできないと思うんですが、何卒ご容赦のほど、こうしてこうですよね。元気そうね源氏。俺は生まれ変わった。元気そうね源氏。ゲが被ってますね。防衛ファラ、ここでやるときはどの辺にいるもんなんでしょうね。この辺から撃ってればいいんですかね。ですぐにこういう感じでこっち来ればいいのかな。まあ、でもね実戦になるとねなかなかできないんですけども、まあでもこのゲームは全キャラ一応触れるようにしといた方がいいと思いますから、やった、あこんにちは、どうもこんにちは、あ相手の方ジャンクラットがもう絶命していますけど、名前がモビルスーツだ、いいと思います。エイム感度もねもっと上げなくちゃいけないかもしれないですよね。今一応100-100なんですけど、デュアルゾーンにしたいですよね。あっ、ミスった、痛い、すいませんでした。難しいですね、こういう感じで、ね、逃げた、あ落ちる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 。いろいろいるな。すいません。早くない？戦いに戻ろう。思いのほか難しいですね。かかっている。こっちよ。はい。
いろいるんですけど。無理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 、なんでこんな低空飛行してたんでしょうね。いや、なんか早く倒したいなと思ったんですけど、お互いひどかったな。はーい、ちょっと、マジできつい。マクリーとソルジャーなだけでもきついのに、ウィドウまでアンチですからね。しかし変えません、練習ですからね。味方の方大丈夫、勝ちましょう。俺の目かいなり、おお、みんな撃つね。どうしたらいいんだ。いて、あれ、いて。ちょ、はいや、さすがにこれはてか半蔵までアンチですよね、何気にね。まあ、相手1ヒーラーですけれども、少なくとも1個人ファラとしては仕事のしようはないんですが、まあでもね、練習したいですから、あえてね、この激しい戦いの中で。メリアを制圧する。スナイパーよ、気をつけて。マクリードよろしくな。立ち位置がすごく大事なヒーローですからね。どの辺にいればいいでしょう。こういう立ち位置はね、ファラならでは。あ、いたたたたた、これ無理だわ。いてててて。カサ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 。よし、頑張れ、気合で。いいっすよ、いいよ。タレット置いてるよ。どこに隠れても無理。マジか、バレちゃってんのこれ。いてててて、無理無理。あ、こっちもいるし。隣も面白いことになってましたね。バレ、狼よ、我が敵を喰らえ。うわ、あ、でもうちのバスティが働いてる。働いてない。マジ？いたやばい、あ、負けちゃった。わあ、あっという間すぎる。じゃ、もう一試合いきましょう。もう一試合。いや、ファラね、長生きさせるの本当難しいですよね。だから、うまい方はなんかフラフラ飛びながら打ってるだけみたいんじゃなくて、しっかりと位置取りを把握して、その相手がマクリであろうがソルジャーであろうが仕事ができるようなプレイングができてますよね。おしゃれ。あまりもおしゃれすぎる。いやー、うまかったな。まだでも実戦で使えるのは難しいかもしれませんけども、ファラっていうのは本当にその拠点を守っている嫌なヒーローたち、それら大体のアンチになりうるんですよね。ジャンクラット、シンメトラ、それからメイとか、本当いいですよね。で、相手にハルトがいた時はそれをどかしたりすることもできますし、神ヒーローですよ、平たく言ってね。それじゃあバックス、オーレジェンズロ、お、あ、持ってたわ。なんか見たことない感ありましたけど、持ってますね。この骸骨みたいなバースティオンのポンコツロボ感すごいですよね。あの宇宙適性無っていう感じの、地上のみで、なんか海の適性は C みたいなね、なんかそんなロボットですよね。海 C、 陸 A、 空 C、 宇宙無。お、あ、大丈夫かな、大丈夫か。ギアボット、
ギャラリーも結構増えてきてですね、多いヒーローですともう50ぐらいあったりするんですよ。トレーサー59、ウィドウが52、ディーバ55。これコンプリートしてる人いるんですかね。まあいるか、プレイ時間自分の3倍ぐらいの方いらっしゃいますもんね。66に移動します。結構やってるつもりですけどね、まあ、なかなか。あ、でもこのルート66は攻めだろうが守りだろうがファラは結構マストだと思いますから、これ使わせていただきましょう。ちなみにファラいろいろ衣装持ってるんですけど、まあなんかこういうオーソドックスファラが一番いいですよね。あのメカのやつとかも中が女の子っていうことすらどうでもいい設定みたいになっちゃってますからね。お、離脱しました。そりゃそうですよ、みんなオフェンスばっか使っちゃ俺の出番はないぜ、そういうこともあるでしょう。罪なき者は私が守る。エイムをねしっかりしたい。まあ相手を狙うんじゃなくて、相手がこれから移動しそうなところを狙って撃つっていうのが非常に大事になってくると思うんですが、多分ね当てるよりも避けることの方がファラっていうのは大事なヒーローだと思うんですよね。エリアを制圧する、それちょっと頑張りたいですよね。こうこうか。突入まで、あと、でこのコンカッションジャンプは真下にコンカッション打って、そうですね、それで前に移動してればそこへの感性がつくと、多分そういう感じだと思います。あれただコンカッションしただけだと、ただ歩いてるだけなんですね。あれでジャンプすればって感じなんでしょうか。わあすげえ、みんなスナイパーだな。まあ普段ランクマッチじゃつかめませんからね、その鬱憤を晴らしてる可能性がありますよね。さあ密着ですよ。あれ肉の塊が、おおお、みんなどこだ。ターゲットが入る、ハンゾーがいる。ヤッホーヤッホー、お、なんかいるぞ、ブラソン。あー当たってないけど、あ、やばい、ミスった。やばい、バーンと入ってくるのはいいんですけど、それで自分がどこにいるのか分かんなくなっちゃいますよね、このジャンプ。名が、殺意名が、こんな目立つとこにいっちゃダメだよな。もっとなんかこう出たり入ったりする、この辺ですよね。そう、この辺だわ、この辺にいて、死にきらないようなプレイができないといけませんよね。ウルトいつ撃つんだ。うわあ！あいて、いててててて。ごめんなさい、変なテンションになっちゃった。てかもうなんか。ちょっとだけ違ったらしいですね。いやー、いいプレイングだと思ったんだけどな。友人の剣、
弾幕来いぞ、何やってんの。かわいそうに、ま、水出ちゃいました。でこの辺に、あ、やばい。ゲンジがいる。いてて。ああ！なんという恐ろしい戦いを。ジャンクラット対トレーサーは割とトレーサーが上手ければ大丈夫なんですけども、割と運ゲーですよね。よいしょ。おらん、絶命せよ。ほら、はい、いっちまったか。何も使えなくなっちゃった。さあ、ウルト 65%、 謎の報告をね。ラプトラシステム起動、ウェリアを制圧する。これ1週間で仕上がると思えませんね。おお、なんかいる。ヘル、やっぱ自分で使うと体力すっごく少なく感じますね。なんか敵でファラが上手い人でいると、なんか何発当てても倒せないみたいになりますけども、これはかなり苦しい戦いになりそうですね。おお、当たらんな。おおお、これはついていいんじゃないでしょうか。当たらない。いて、低いな。やっぱでもコンカッシブブラストか、あれがないと死んじゃいますから、やっぱブラストで先生にバッと入るというよりは、ブラストを取っといて入っていってブラストで出てくるっていう感じですかね。これで入れるんじゃないですか。出てけ。やだ。よかったな。あー、危ない危ない危ない。今のコンカッシブブラストで相手のリーパーのシネシネを弾く練習をしようと思ったら、こっちに弾かれてきてたので、多分あれじゃ良くなかったってことなんでしょうね。あー、てかソンブラもやりたいな。いいですね。バレ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 。やっぱでも皆さん今後の環境でこういうのが必要なんだろうっていうヒーローを練習してらっしゃる雰囲気ありますね。まあ源氏はいりますよね。でも難しいですよね、ソンブラもな。やっぱりあのチョークポイントっていうのをね、突破するために結構大事になってくるヒーローですから、まあちょっと練習してみたいなというふうに思っております。
いや金武器ね、いや正直ヒーローの見た目で言うとソンブラ使いたいです。ただジャンクラットかな、悩むな。まあちょっと一旦保留にしときましょう。はい、ちょっとまだ勇気が出ないのでね。いやソンブラ使っていけるならソンブラにしたい、性格に合いますし見た目はすごく好きなんで、まあ、ちょっとここ視野に入れていきつつ、でも難しいですからね、と練習して実感が得れればというところです。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。